ゆっくりとベッドに体を預けると、いい香りがふわりと全身を包み込んだ。前園さんの香り、なんだかいい夢が見られそうな。変態か。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあ、誰かが訪ねてきたけど出たくないね。殺されそうじゃない？なんか鈍器とか持ってやってきそうじゃない？ごめんなさい、違った。こんな夜遅くに。前園さん、何、どうしたの？前園さん、こんな時間にどうしたの？と、そこで僕は気がついた。彼女の体が小刻みに震えていることに。何？何かしら危険な目にあってここに来た？何かあったの？変なことがあって。ん？何変なことって。変なことって？ルビくん。さっき部屋で横になってたら、急に部屋のドアがガタガタと揺れ出して。それは肺から空気を絞り出したような声で、聞いていた僕も思わず緊張した。私、誰かが無理やりドアを開けようとしているみたいでした。でも、鍵はかかっとるし、ピッキングもできん仕様になったんよね。まあ、確かに、怖いけどピッキングできんなら大丈夫なんじゃないかな。わからんけど。誰も信用せずに戸を開けようとしなければ。鍵をかけておいたんで、開きはしなかったんですけど、でもその揺れはどんどんひどくなって、私は怖くてそのままじっとしていたんですけど。それでどうしたの？しばらくしたら収まりました。後で恐る恐るドアを開けて確認してみたんですけど、誰もいませんでした。よく開けたね。静かになってちょっとしてからなんか油断させといてみたいなのあるかもしれんやん。なんかドアの近くに潜んどって、誰かがドアを無理やり開けようと。でも誰がそんなことを。まさか。みんなを疑うってわけじゃないんですけど、でもちょっと心配で。でもただ単に話しに来たとかあれやったら、ピンポン押せばいい話やもんね。確実に殺しに来とるよね、きっと。もし夜時間の間にあんなことがあったらどうしようって。大丈夫だよ、夜時間は外出を禁止してるんだし。でもただの口約束ですよね。もし約束を破る人がいたら。じゃあさ、今晩は僕の部屋に泊まれば？そうすれば怖くないでしょ？校則では就寝は個室でとしか書かれてなかったよね。誰がどの個室で寝ろとまでは書いてなかったわけだし。あの、でも一つの部屋に二人きりっていうのは。ごめん、気づかなかった。本当だよ、気づかなかっただけなんだ。決してやましい気持ちとかそういうのは。まあこの状況でね。いえ、私も嫌とかそういうわけじゃないんですけど、あの、もしよかったら一晩だけ部屋を交換してもらえませんか？部屋の交換？それで前園さんが安心するんなら僕は構わないけど。でも前園さんが僕の部屋に入るのはともかく、僕が前園さんの部屋に入ったりして大丈夫なの？その、いろいろと問題があるんじゃないかと。まあ、でもね、個人の荷物とか置かれとるわけでもないやろうし。それは大丈夫です。ナイキ君のこと信用していますから。あ、なんか、何かを仕掛けられたりとかそういうこと？それならいいんだけど。ま、でも武器的なもの。あ、部屋の中に工具みたいなのとかあったっけ？夜時間が来たよ。校内放送です。午後10時になりました。ただいまより。夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされます。これ夜時間になったけんって別に部屋から出ることは禁止ではなかったよね。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。あの、大変、夜時間になっちゃいましたね。じゃあ部屋を交換するってことでいいね。僕は前澤さんの部屋に行くから。と、部屋の交換をするならお互いの鍵も交換しておかないと。そうですね、お互いの鍵を交換しておきましょう。またエスパーですから。さっきのも心の中の声か。あれ、冗談ですってのはないの？冗談じゃなかったりして。前園さんの顔には笑顔らしきものが戻っていた。よかった、少しは落ち着いたみたいだな。じゃあ鍵の交換をしよっか。はい、そうですね。
互いの鍵を交換し合い、僕が再び前園さんの顔に視線を戻すと、今度は心配そうな表情があった。苗木くん、気をつけてくださいね。万が一誰か来ても絶対にドアを開けちゃダメですよ。うん、わかってる。前園さんも誰か来ても絶対にドアを開けちゃダメだよ。苗木くんだとわかっても絶対に開けませんよ。でないと部屋を交換した意味がありませんもんね。あ、そうだ、念のために言っておくけど、僕の部屋のシャワールームって立て付けが悪いんだよ。だからシャワールームのドアを開ける場合はドアノブをひねりつつ上に持ち上げるようにしてドアを押し開けて、そうすれば簡単に開くからさ。あの、でも夜時間はシャワーの水って出ませんでしたよね。あ、そっか、忘れてた。だけど朝起きた後で使わせてもらうかもしれません。ありがとうございます。じゃあ僕はそろそろ行くね。前園さん、また明日。あ、さっきの話ですけど、エスパーっていうのは冗談です。本当はただの勘なんです。でもすごいよね、確実に当ててきとるもん。うん、分かってるよ。おやすみなさい、また明日。前園さんの笑顔に見送られながら僕は自分の部屋を後にした。廊下へと出た僕はすぐに辺りを見回した。各個室のドアはしっかり閉まっているし、人の気配もまるでない。よし、誰もいないな。辺りに誰もいないことを確認すると、僕は前園さんの部屋へと入った。そういえば他の人の部屋に入るのは初めてか。ここが前園さんの部屋か。見た目はほとんど変わらないけど、なんだかいい匂いがするな。シャワールームはこれか。確か女子の部屋のシャワールームには鍵がついてるんだったよな。中に入るのはちょっとためらわれるな。他はモノクマが映るモニター。やっぱりこっちの部屋にもモニターがあるんだな。はあ、さすがに他人のゴミ箱を覗くのはどうかと思いつつ、ちらりと中を覗くと、これって、あの DVD が。間違いない、視聴覚室で配られた DVD だ。そういえば前園さんはどんな映像を見せられたのか聞いてないままだったな。でも話してくれるのを待つしかないよな。まあここに再生する機器もないしね。ベッドの色違うかな。ベッド自体は男子の部屋のものとほとんど変わりないようだけど、ここで前園さんが寝ていると思うと心なしか寝心地まで良さそうに思える。硬そうにしか見えないけどな。あとは特に変わったものはないか。監視カメラ、やっぱりこっちの部屋にも監視カメラがあるんだな。以上か。もう夜時間だ、外に出ない方がいいよな。これでとりあえず一通り全て見終えたかな。何をすればいいの。あ、引き出しか。僕の部屋にあったのは工具セットだったけど、やっぱり前園さんの部屋には裁縫セットがあるんだな。うん、女子はって言ったよね。隣のはこれが人体急所マップってやつか。どれが、この左のやつ、よくわからんけど、あんまり部屋をじろじろ見てたら前園さんに悪いよな。そろそろ僕も寝るとするか。ゆっくりとベッドに体を預けると、いい香りがふわりと全身を包み込んだ。前園さんの香り、なんだかいい夢が見られそうな。変態か。少しだけ幸せな気分のまま、僕は眠りへと落ちていった。おー、忘れとった。そういえばあったね、モノクマ劇場。ここは宇宙船の中。皆様は宇宙を旅している最中なのです。ノアの箱舟をご存知ですか？そうです。我らは地球を捨て飛び去っているのです。頭のおかしい隣人や警察の横暴、酔っ払い運転や放火魔の危険性はありません。排気ガスや大気汚染が引き起こす喘息の心配ももういりません。もちろん受験や競争に悩まされることもないでしょう。ただ自由で素晴らしい世界にもルールはあります。自由というのはルールで縛られた上に存在するのです。もしあなたがあんなクソどうでもいい地球にどうしても戻りたいとそうおっしゃるのであれば、ルールを守ってください。
私の言っている意味はお分かりになるでしょ。では、何？どういうこと？出場は皆様と共に。分からないけど。何あれ、桜の木？朝になったんかな。朝だ、朝だ。お前ら、おはようございます。朝です。7時になりました。起床時間ですよ。さて、今日も張り切っていきましょう。ふんふん、これで何日目かな。まだ寝ぼけた目をこすりながら、僕はゆっくりとベッドから体を起こした。前園さんの部屋で。そういえば朝食はみんなで一緒って約束だったな。行かないと。この部屋から出てくるところを見られたらもう変態確定なのでは。僕は前園さんの部屋を出て食堂へと向かった。お、誰にも会わなかった。まだみんな揃ってないな。食堂に寄ってくると、そこにはすでに数人が集まっていた。やあ、おはよう、ナイキ君。聞いてくれ。今朝は僕が一番乗りだったんだぞ。どうでもいい。おはようございます。ナイキさん。おはー。みんな一夜明けたらめちゃくちゃ笑顔なんですけど、どうした ?DVD の内容は。早いな。最初から揃っている彼らは、規則正しい高校生に分類される面々。で、少し遅れてくるのが。おい。よし。ごめん。メイクに時間かかって遅れちゃった。やー。いやはや、遅れて申し訳ありませんな。朝のお勤めを思いのほか堪能してしまいまして。何、朝のお勤め。多少ルーズな時間感覚の面々。大半の高校生がこの部類に入るだろう。そうなのか。で、散々人を待たせた挙句にようやくやってくるのが。もう結構おったまだ。遅くなったわね。皆さん、おはようございます。悪い寝坊しちった。何よ、遅れて悪い。ここはなんかきっちりしとんかと思った。違うんや、うん、寝坊じゃねえって。道に迷っただけだべ。実際バミューダトライアングルの仕業だべ。違うやろ。時間はおろか他人のことさえ気にしないマイペースな連中だ。こうして僕らは全員が揃う。え、揃ってないよ。前園さんはいつもならそのはずなのだが、一番最初のグループに入ってるはずじゃないの。うん、規則正しい。おや、まだ揃っていないな。前園ちゃんと戸上が来てないね。あ、ほんとや、そっちも忘れとった。戸上くんはともかく、前園さんは本来なら規則正しい高校生の部類に入るはずなのに。え、戸上くんも入るんじゃないの。入らないの。その彼女がまだ来てないなんて。なんだ、どうした、何かあったか。ここはマイペース組に入るのか。うん。トガミ、おめえ前園を見なかったか。俺が知るわけないだろう。今自分の部屋からここに来たところなんだ。朝食の約束忘れているのですかね。だけど、しっかり者の彼女か。みんなの会話を聞くにつれ、僕の中で芽生えた小さな胸騒ぎは次第に大きく膨らんでいった。え、もしかし、え、まさかの第一の被害者。でも部屋交換したのに、わざわざ。僕ちょっと様子を見てくる。言い終わるや否や、僕は廊下に飛び出していた。だって部屋の鍵も閉めたよね。で、苗木くんだったとしても開けませんって言ってよね。僕が向かった先は、前園さんと一晩だけ交換した自分の部屋。彼女が泊まったはずの僕の部屋だけど、その部屋は、めちゃくちゃ荒らされてるんですけど。一晩のうちにすっかり様変わりしていた。めっちゃ荒らされとるやん。どうした。え、なんだよこれ。で、本人は。なんかベッドもボロボロ。ベッド、これも荒らされてるな。刀も落ちとる。これって僕が護身用に持ち帰ってきた金箔の模擬刀だ。鞘から抜かれた抜き身の状態になってる。それより前園さんは、なんかいっぱい傷がついて、鍵が。床にキーホルダーが落ちている。僕の名前にキーホルダーがついた鍵だ。部屋を交換した時、これは前園さんに渡したんだったな。これは鞘。うわぁ、テーブルもなんか、ひっくり返ってるし。模擬刀が置いてあったスタンドだ。それよりも、それよりね。
舞園さんね。壁や床に刃物で切りつけたような跡。刃物、模擬刀ではないということ。それより舞園さん、ごめんね、めちゃくちゃ調べよるけど私。この奥に入りたくないね。なんかこれは傷か。なんか恐ろしいことが待ち受けてる気しかせんのよね。この粘着テープクリーナー、いつの間にか残量がかなり減ってる。ん？舞園さんが使ったってことかな。やっぱちょっとなんか気になった。引き出しの中には工具セットが入っている。未開封のままだ。これは使われてないと。ということで、じゃあとりあえず今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねってことで、めちゃくちゃ怖い。この先のシャワー室に入っていくのは次回にしよう。ちょっと怖いんで分けていく。